皆さん本日は先ほども申しましたが本日はお忙しい中本ウェビナーに参加いただきまして誠にありがとうございます本ウェビナーはランドックスの国際品質評価システムについてのウェビナーとなっております開始につきましてまず私の自己紹介を簡単にさせていただきたいなと思います私ランドックスオーストラリアの日本市場の営業を担当しております受口昭弘と申します本日はどうぞよろしくお願いいたします それではですね、本日のウェビナーのまず議題を簡単に紹介させていただきたいなと思っております。まずはじめにですね、リ i c とは何なのかについて簡単に紹介させていただいた後にですね、国際規格 ISO15189 とリッカスの関係性について簡単に紹介させていただきます。その後にですね、リ i c を利用するとどのような利点があるのか、 そして、リカスが実際にどのように機能して、どのようなプログラムを我々がご提供させていただけるのかについて紹介させていただきたいなと思っております。その後にですね、おそらく皆様が一番気になっておられるかと思います、リカスのレポートについて、それとレポートの解釈についてですね、紹介させていただいた後に、最後に質疑応答の時間を設けております。質疑の応答の時間はですね、おそらく20分程度ほどあるかと思いますが、 質問等僕、私のウェビナーの途中にです、ね、質問等ございましたら、ぜひコメントのセクションの方に質問を、えっと、残していただけるとスムーズに質疑応答ができるかなと思っております。そしてですね、実際にウェビナー開催する前にもう一つ注意点なのですが、本ウェビナーは録画されております。ウェビナー終了後にですね、録画リンクを我々の方でお客様の方にご提供させていただきたいなと思っております。 もしですね、今回のウェビナー参加できなかった方々、または関心がある方ですね、そういらっしゃいましたら、ぜひ、当ウェブサイトですね、当ウェビナーのリンクをぜひ共有していただけると幸いです。それでは実際にウェビナー開始させていただきたいなと思います。まずですね、リ i c スとは何なのかのご説明をさせていただきます。リッカスはですね、世界139カ国、そして7万5000以上の ラボが使用すす。る世界最大のの外部制度評価、EQA システムでございます右の世界地図を見ていただけると分かると思いますが青く表示されている国は実際にリッカスをご利用のラボがある国でございます日本地図が大変小さくて申し訳ないんですけれども実際にリッカスの利用者様は日本にも何名かいらっしゃいますこの意味するところがですねお客様の検査結果を評価するための 広範なデータを我々は確保していいるということです次にですね、認定をためるた受けるためのリッカスということでリッカスはですね、お客様に対してラボが求められる規制基準を満たすサポートをすることができます。の例としまして、例えばですね、国際規格 ISO15189 こちらはラボ間での比較、例えばですね、外部制度評価 EQA がこれに当たるんですけれども、 この参加を必要とします。我々リ i c c はですね、こういったお客様の国際規格 ISO15189 の認定のサポートをすることが可能となっております。またですね、本リッカスはイギリスのユーカスの認定試験実施機関でございます。またリッカスは ISOIEC17017043 ですね、の認定も受けております。 次にリッカスの主な利点についてご紹介させていただきます。リッカスはですね、さまざまな利点がございますが、今回は簡単に6つほどご紹介させていただきます。まずですね、最高品質の存在を利用しているというところです。競合他社様ですと、人由来と動物由来が混ざった人ベースのサンプルを利用することがよく多くあると伺っております。これはですね、テスト結果の信頼性を損なう恐れがございます。 一方でですね、リッカスの素材は100%人検体を利用しておりますので、高い安定性と互換性を兼ね揃えております。またですね、ユーザーフレンドリーなレポートというところで、競合他社様ですと、レポートを何ページにもわたって少し見づらいというようなお客様のご意見、よく伺うんですけれども、我々のレポートはですね、パラメーターごとに1ページにまとまった、とても見やすいレポートをご提供させていただきます。 こちらです、ね、一目瞭然にお客様のラボのパフォーマンスを評価していただけますので、ラボの貴重なお時間を節約する,節約することができるといった利点がございます。次にです、ね、費用対効果についてです。先の方で我々が持っていますプログラムについてご紹介させていただくんですけれども、我々 r カスはですは、ね、幅広いマルチ分析のプログラムを持っております。またです、ね、競合他社様ですと 機械一つ一つに追加料金がかかってしまったりだとか管理費です、ね、を請求されるといったことがあるかと思いますが本リッカさはです、ね、プ,ラプログラムごとに最大5つの機械を無料で追加することが可能となっておりますもしです、ね、お客様のラボの方で2つ以上の機器をお持ちの場合は追加料金なしで登録することができるのでこちらもとても魅力的な利点となっております次のポイントですね高い認定評価。 こちら世界中の認定機関から受け入れられているプログラムとなりますので、こちらの高い認定性も非常に魅力的な利点となっております。また、ね、ユーザーの大規模なデータベース、こちらはです、ね、先ほど紹介させていただきましたとおり、DICAS は世界最大の外部制度評価システムとなっております。世界中さまざまな国から参加者さんがいらっしゃいますので、さまざまな機械、さまざまな検査方法を利用した世界中のラボの ティアグループですね。のデータを保有しているというところも貴重な利点だと思います。また最後にですね。世界最速のリポート返却、こちらは利点の中でもとても魅力的なものとなっております。通常ですと、レポートの返却には数十間ほどかかる、または1ヶ月ほどかかるというようなお客様の意見をよくお伺いいたします。ただですね。我々のレポートのほとんどは7。2時間、7。2時間以内で返却が可能となっております。 こちらはですね、我々もとても自信を持っているんですけれども、世界最速でレポートを返却できる国際的なプログラムとなっております。以上がリッカスの主な利点でございます。次にですね、リ i c が実際にどのように機能するのかについて、簡単に7ステップで紹介させていただきたいと思います。まずですね、お客様の方でどのプログラムに参加するのか決めていただいた後に、実際にプログラムの注文、 そしてお客様のラボで使用されている検査機器、検査方法を登録していただきます。登録いただきましたら、我々の方でサンプルをご提供させていただきますので、受け取りましたら、実際にサンプルを分析、そして結果を入力、そして提出していただきます。提出終わりましたら、我々の方でレポートを作成し、提出させていただきますので、それを見ていただきます。そしてすべてのサイクルが終了しましたら、サイクル終了レポートといったものを我々が提供いたします。 それと同時にですね、証明書をお送りすることとなっております。すべての過程が終了しましたら、検査方法の変更、そしてパラメータの追加登録が可能となっております。次にですね、d カスドット n e t に関する紹介です。こちらは先ほどの7つのステップで何度か登場するものなんですけれども、こちら、オンライン上で簡単に検査機器や方法を追加、変更が可能となっております。 またですね、検査結果の入力まですることができるものとなっております。こちらソフトウェアではないので、何も追加というものは不要となっておりまして、通常のウェブサイトのようにログインコードとパスワードを入力していただいて利用することが可能となっております。またですね、こちら現在英語のみの対応となっているんですけれども、日本語対応に向けてシステムを変更中でございますので、我々日本語のえっと立花ドットネットをお客様に提供することをとても楽しみにしております。 次にですね、我々のリッカスが実際に今持っている36種類のプログラムに関してです。こちら、スライドの方に記載させていただいてますとおり、合計で36のプログラムがございます。ただですね、この36のプログラム、随時更新,更新しておりますので、この数字がどんどん増えていって、お客様により多くのプログラムを提供することをとても楽しみにしております。 日々パイロットプログラムを実施していますので、こちらの情報を、新しいパイロットプログラムの情報でしたり、というのは、お客様のメールないし、我々の会社のホームページのほうでご紹介させていただけたらなと思っております。その中でですね、今回2つの特別に有名なプログラムについて、簡単に紹介させていただきたいと思っております。まず1つ目がですね、一般臨床科学プログラムについてです。 こちら現在世界で利用者様が14400名ほどいらっしゃいますこちら安定性を高めるために凍結乾燥の人結成のサンプルをご提供させていただきますこちらですねえっとレポートの利用可能が各週と月ごとの2種類のオプションがございますこちらどちらのオプションを利用されるかによってですねパラメータ選択できるパラメータの数が変わってくるんですけれども例えばですね各週の場合は 全パラメーターの選択肢をご利用することが可能となっております。ただですね、月ごとのリポートを利用の場合はですね、56のパラメーターのみの選択が可能となっております。また、オプションによってですね、実際にプログラムの開始時期が異なっておりまして、各週ですと3月または9月からの開始を予定しております。また、月ごとの場合はですね、1月からの開始を予定しております。続きまして、 免疫測定プログラムに関してですこちら現在7056名ほど参加者様がいらっしゃいましてこちらも先ほどと同様にですね、安定性を高めるために凍結乾燥そして人結成のサンプルを利用しておりますこちらも先ほどと同様でですね、各週と月ごとのレポートの利用が可能となっておりましてパラメーターもどのオプションを選択するかによって選べるパラメーターの数も変わってきます ここで1つとても重要で強調しておきたいポイントがですね、競合他社様の免疫測定プログラムですと、インスリンの安定性が低い、安定していないといった声をよくお客様からお伺いいたします。ただですね、本リッカスの免疫測定プログラムはですね、とても高いインスリンの安定性を持っているといったところがとても特徴的、魅力的となっております。続きましてですね、 臨床化学プログラムと免疫測定プログラムのピアグループに関してです。こちら、ずらーっとさまざまなピアグループ並べさせていただいておりますが、コーバスのような新しい機械からですね、シーメンスのような古い機械まで、多種多様のピアグループを豊富に取り,取り揃えております。続きまして、リッカスのレポートに関してです。おそらく皆さん一番気になっているか いらっしゃるかなと思いますのでこちらお時間たくさん割いて紹介させていただきたいなと思っておりますレポートはですね、ラボ様が実際に受け取るレポートに関しましては性能を容易かつ瞬時に解釈するための EQA に関する多くの情報を含んでおります こちらも先ほどのリッカスドットネットと同様で,で、現在は自動的に英語でレポートが作成されるようになっているんですけれども、こちらも先ほどと同様に日本語対応を向けてシステムを変更中ですので、こちらも日本語対応をお待ちいただけたらなと思っております。こちら実際、スライドの右側に今表示されているものが、実際にお客様が受け取るレポートとなっております。 こちら、先ほども紹介させていただきましたとおり、とてもユーザーフレンドリーでして、パラメータごとにですね、1ページにすべて集約されている、すごく見やすいですね、とても非常に見やすい形式なの結果となっております。こちらのレポートですね、全部で7つの付属のレポートを持っておりまして、左からですね、テキストセクション、そしてヒストグラム、そしてマルチメソッド統計セクション、そして右側行きますと、レビージェリングチャート、 ターゲットスコアチャート、サンプル別偏差率チャート、そして最後ですね、濃度別偏差率チャート、合計7つの付属レポートを持っております。一つ一つのレポートに関して簡単にご紹介させていただきたいなと思っております。まずですね、テキストセクションに関してです。こちら、すべての統計的情報を含んだセクションとなっております。 こちら画面を見ていただけると分かると思いますが、こちらが実際にテキストセクションの一部でございます。こちらお客様の検査方法をもとにした統計的要約を示したページとなっておりまして、こちらすべ全部でですね3つのグループに分かれております。1つ目がですね全結果方法グループです。こちらこのパラメーターですね、検査するパラメーターの結果について報告されたすべてのラボのですね情報を含んでおります。 続きて、続きはです、ね、検査方法グループに関してです。こちら、お客様の検査方法と同様の方法を用いて報告されたすべてのラボの情報を含んでおります。そして最後ですね、こちらがお客様のラボと同様の機器、そして手法、ですね検査方法を用いて導かれたすべてのラボの情報を含んでおります。 そして、統計的情報に関して、もう少し補足の情報をしたいなと思っているんですけれども、こちら左からですね、全結果数、結果の平均、変動係数、平均の不確かさ、こちら SDPA ですね、こちらがとても非常的なユニークなものとなっていますので、次のスライドで詳しく紹介させていただきたいんですけれども、こちらが実験評価の標準偏差を示します。そして最後がですね、外れ値を示しております。 先ほども紹介しました SPDA についてですね、こちら実験評価の標準偏差を示しているんですけれども、こちら通常の標準偏差のようにですね、結果のばらつきを示す尺度となっております。ただ通常の標準偏差と違う点がですね、サンプルのばらつきも一緒に考慮しているというところです。なぜかとと申しますと 例えば、ね、ISO17043 の規格の適用範囲としましてサンプルのばらつきが性能評価に影響を及ぼす可能性がないことを確認する必要があるといった項目がございます。こういったことを踏まえまして我々は独自に SDPA ですねこちらを作りましてラボ様の性能評価をより正確にすることを目標としてこちらを作成しました。 次ですね、その先ほどの統計的要約の下に、お客様の結果ですね、ラボの実際の検査結果をお客様の結果、黒の三角で示しております。その下ですね、先ほど紹介しましたグループの三つ目の危機器グループに関する情報も一緒に記載させていただいております。こちらが意味するところがですね、こちら三つの性能指標を示,し示させていただいているんですけれども、上から標準偏差指標、ターゲットスコア、偏差率、 この3つの性能指標のデータをこちらに記載させていただいております。またですね、その下に先ほどと似通ったものがあると思うんですけれども、こちら先頭に RM がついているのが分かるかと思います。こちらが意味するところがですね、ランニング平均です。こちらは過去の10個のサンプルの平均値を元にした、それぞれ先ほど紹介した3つの性能指標をこちらで示させていただいております。この性能指標をどのように見たらいいのかと申しますと、 こちらですねそれぞれ条件がございまして、標準偏差指標ですと、プラスマイナス2以下であること、そしてターゲットスコアですね、こちらは50以上、そして最後に偏差率ですね、こちらが設定した許容限度の範囲内にあることといった条件がございます。こちら3つの条件をすべて満たさない場合は、レポートの結果の最後の要約欄というページがあるんですけれども、こちらにパラメータの項目の端にですね赤の三角模様が表示されます。 こちらはですね許容不可能なパラメータを示しておりますこちらまた後にですね詳しく紹介させていただきたいなと思っております続きまして2つ目ですねヒストグラムについてのご紹介ですこちらあの学校とかでですねとよく目にすることもあるかなと思うんですけれどもこちらのヒストグラムは検査方法と検査機器の比較が表示されております 先ほど紹介しました3つの異なるグループのすべての情報がですね、このヒストグラム、1つのヒストグラムにすべて集約されているんですけれども、この一番下の黒の三角ですね、こちら見ていただけますと、こちらがお客様のラボの結果が表示されております。それではこのヒストグラム、どのように見たらいいのかについてのご紹介なんですけれども、こちらですね、検査方法や検査機器に何らかのバイアスがあるかどうかを視覚,的視覚化するのに非常に便利なものとなっております。 例えばですねこの左の実際ヒストグラムを見ていただきたいんですけれども赤の丸の枠囲みされている部分ですねこちらが先ほど紹介しました検査方法緑のものですねそして青の検査機器の結果がですね白の全体の全結果方法と比較しますと右側に寄っているのが見てわかるかと思いますこれがですね性のバイアスを持っているといったことを意味しております 非常にですね、先ほども申し上げたとおり、バイアスを見るのにとても便利なチャートとなっております。続きましてですね、マルチメソッド統計セクションでございます。こちらですね、各メソッドのパフォーマンス評価が可能となっております。これが実際の統計情報なんですけれども、こちら非常に有効的な場面としましては、もし現在お客様のラボでですね、検査方法を検討しようかな。 新しいものを使おうかなともし思っていらっしゃる場合は特にですね有効なんですけれどもすべての検査方法ですねお客様の利用されていない検査方法の統計的情報が一目瞭然に見ることができますので比較がとても可能となっております続きまして右側ですねレビージェニングチャートのご紹介ですこちら、えっと、時間の経過に伴う性能を示しておりますこちらが実際のグラフでございます こちら x 軸がサンプル数で y 軸がですね。標準偏差を示しておりまして、上の枠赤の枠囲みですね。こちらが過去のサンプルとの比較平均が上部に記載されております。そしてこれですね。と20個の黒のドットのポイントがグラフの中に見えるかと思いますが、こちらがですね。直近の20個のサンプルの標準偏差指標をプロットしたものとなっております。 一番右側の黒のポイントがですね、最新ですね、現在お客様の検査、ラボの実際に性能を評価した結果が表示されております。時系列順にこう表示されているんですけれども、こちらのグラフで非常に重要なポイントがですね、先ほど、えっと、性能評価の条件の一つであります、標準偏差指標が SDI ですね、こちらがプラスマイナス2以下であるといったことが、このグラフでは非常に重要となっております。 例えばこのレビー・ジェニングチャートを例にとりますと、すべての20個のプロットされたポイントがですね、プラスマイナス1以内にあるのが見て取れるかと思います。こちらが意味するところがですね、すべての結果がとても許容可能な、良好なパフォーマンスを示しているといったことをこちらのグラフは意味しております。このポイントがですね、薄いピンクのプラスマイナス2以下までにあればですね、許容可能な性能結果を意味しております。 ただですね、この白の部分に比べてですね、この薄いピンクの部分にありますと、後にですね、おそらく改善が必要な結果というようなものも同時に意味しております。ただ現在は許容可能といったものです。ただですね、こちらプラスマイナス2以上ですね、この黒赤ですねの枠が込みにもしこの黒のドットポイントがある場合はですね、こちらは許,許容不可能な性能を意味しております。 続きましてターゲットスコアチャートに関するご紹介です。こちらラボの目標数値の視覚化を提供させていただいております。こちらランドックスでもとてもユニークなえっとチャートとなっておりまして、こちらですねターゲットスコアチャートはですね検査結果の平均平均値からの偏差をその検査の許容偏差我々 TDPA というふうにえっと示しているんですけれどもこちらと比較するものとなっております。 こちらとてもユニークですので次のスライドで細かく紹介させていただきたいなと思っておりますこちらも先ほどのチャートと同様ですね直近の20件の結果をプロットしているものとなっておりますこちら許容可能な性能結果先ほど紹介させていただきました条件の2つ目にあたるんですけれどもターゲットスコアが50以上であるかどうかが許容可能かどうかのポイントとなっております 例えばですねこのターゲットチャート見ていただけると分かると思いますがすべての黒のポイントが50以上ないし70以上にあるのが見て取れると思います。こちら意味するところがですねまたですねそれぞれ青の文字で日本語で書かせていただいてるんですけれども有料、量許容可能改善が必要そして許容不可能といったそれぞれ段階にですね性能評価をしております。 それではですね、詳しくこの TDPA について簡単に説明させていただきたいなと思っております。こちら TDPA はですね、d i c a の許容偏差、パフォーマンス評価の目標偏差値を意味しております。こちらラボの偏差がですね、t d p よりも低ければ低いほどですね、ばらつきが少ないことを意味しますので、ターゲットスコアも非常に良いということを意味しております。またですね、 この tdpa は、資料の安定性や均一性を含む全ての変動要因を考慮しておりまして、目的に適合した性能区間となるように設定されております。こちら tdp はですね。リッカスの世界中のピアグループの過去の成績をもとに設定されております。こちら先ほど紹介させていただきました通り、我々のリッカスはですね。世界中に利用者さんがいらっしゃいまして、大量の成績データをえっと保有しております。 こういったランドックスであるからこそですねこの PDPA といったものを作成することができましてより正確なラボのですね性能評価をすることが可能となっております。では続いてのチャートですねこちら最後から2番目のサンプル別偏差率チャートです。こちらのチャートはですねラボの性能の傾向や推移を把握するのに非常に役に立ちます。 こちらですね2つ前に紹介しましたレビー・ジェニングチャートと少し似ているポイントがあるかと思いますが違いについても詳しく説明させていただきます。まずですねこの黒のドットのポイントこちらが比較の平均からの偏差率を示しております。そして白のドットのポイントですねこちらがランニング平均偏差率です。こちらが過去の10個の偏差率の平均を示しております。 こちらですね先ほど紹介させていただきましたとおり許容可能な性能結果を比較するためのですね判断するための条件の1つである閉鎖率が設定された許容限度以内にあることが適用されるグラフとなっております。こちらグラフの一番上と下ですね赤の枠囲みされている部分が許容限度を示しております。こちらは先ほど紹介させていただきましたとおりリカスの TDPA によって 設定されておりますこちらですね、先ほども紹介させていただきましたとおり、レビングジャーナル、ビングジェニーチャートと非常に似通ったところがございますが、最大の違いとしましては、ラボの傾向や推移を示しているというところですね。先ほど紹介しました白のドットポイント、線でつながれていると思うんですけれども、こちらが実際にラボのラボ様の結果、推移を示しております。この実際にグラフが示しているところですね、性能を一旦こう、 右下がりに下がっていると思うんですけど、徐々に結果、性能が改善してきているということをこのグラフでは示しております。そして7つ目ですね、最後、濃度別偏差率チャートでございます。こちらがですね、濃度の度合いに関するバイアスを迅速に評価することが可能となっております。下に見ていただけますと分かるとおりですね、X 軸が濃度を示しておりまして、Y 軸が偏差率を示しております。 こちらです、ね、赤とても濃度の低いときと高いところでとても分かりやすい違いがあるんですけれども、まずは濃度が低いところですね、赤の枠囲みがされている部分、こちらが示すところがです、ね、濃度が低いときはこの精度にばらつきがある点がすごくばらけているので、この精度にもばらつきがあって安定していないということを意味しております。一方で,です、ね、濃度が高いときですね、こちら、ポイントがすごく集中していると思います。 こちらがですねばらつきが少なくて良好な性能を示しているということをこのグラフは表示しておりますね。以上で簡単にですが7つの全てのグラフについて紹介させていただきました。ただですねここで1つ触れておきたいポイントとしましてよくお客様からですねレポートを実際に受け取ったんだけれども最初に何をするべきかといったご質問をいただきます。 もちろんですね、先ほど紹介させていただきましたすべての7つのグラフは非常に見やすいものとなっているんですけれども、お客様はまずどこを最初に見るべきかというのを迷われる方が多くいらっしゃいます。その回答としまして、各サンプルのレポートの後ろにですね、要約ページがございます。こちらのページでですね、すべてのパラメータの性能を一目瞭然に見ることが可能となっております。そしてですね、この要約ページ、非常に重要なポイントとしまして、 一番右側ののパフォーマンスの部分ですねこちらに先ほど紹介しました3つの異なる性能指標すべてのあれですね性能指標許容不可能の場合先ほど紹介しましたとおり赤の三角が可視化されますこちら意味するところがですねその該当するパラメータはの許容性能ですねの許容が許容できないあまり良くないといったものを意味します こちらですね最初に調査する必要のあるパラメータがどこなのかというのはこの要約ページで簡単に見ることができますのでぜひお客様にはですね最初に予約ページを確認していただきたいなと思っております次にですねサイクル終了レポートに関してですこちらお客様の方でサイクルすべて終了した際にですねこちらから各サイクル終了後に提出させていただくレポートとなっております こちら先ほど紹介しましたレポートととても似ているんですけれども、全統計の要約がですね、テキストおよび先ほど紹介させていただきましたグラフをもってと紹介させていただいております。こちらですね、前のサイクルとの性能を比較するレポートとなっておりまして、こちらラボがですね許容、許容できる性能を達成した場合には、達成した全パラメータを記載した証明書をこちらで提供させていただくこととなっております。実際のその証明書がですね、 こちらですねにこの証明書を実際に持っていることでですねお客様のラボの性能を可視化することがで高い性能をですね可視化することができますのでこの証明書ぜひ活用させていただけたらなと思っております以上でですねと簡単にはなりましたがビッグスに関するご説明をさせていただきました最後にですねお問い合わせ先についてご紹介させていただきたいなと思っております 今回のウェビナーを通してですね、リッカスに興味を持ってくださった方、またですね、質問等ありましたら、ぜひ、私、受け口明宏までご連絡いただけたらなと思っております。またですね、私の上司に当たります、アナクロークのメールアドレスも記載させていただきましたので、アナの方にも実際に連絡していただけたらなと思っております。もし、日本語でご質問がある場合にはですね、私が日本語で対応させていただけますので、私までメールいただけたら、 あの質失業答もスムーズに進むかなと思っております。